新平家物語第696回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です「猫と名月」翌日足立新三郎は門中所の執務室で幽室の森時や利金たちと会っていた事の報告に出たのである利金は幕府記録に彼の言をとどめ「ご苦労でした」と 棒を閉じて一言言った。しかし用をなされたとは誰も言わない。「錠命是非なし」としても英治の処分については思うだに誰も快くはしていない風だった。森時がまただちへ訪ねた。「静御世はどうしましたか?」。 こう差し出したのちは、かまいなしとの情迷のまま、昨夜お預かりの身柄を解き、母の善にもともに屋敷を出ました。都へ帰っていったものが、たぶんさようかと思われるがああ。ではこれで、まず一義も落着と申すもの。訓前へは 国道からすでにご披露に及んでおるよしそこもとのお答えも門中所の日母と共にお達し申し上げておく気遣いあるな3月以来の任は終わった安達は久しぶり身軽を覚えたけれど人の陰口は彼の非常をよく言わなかった彼を見る人の目に棘があった安達にはそれがわかる彼は門を閉じて引きこもった それから半月ほどのち、8月中旬ごろのことであるそのよいたまたま訪れた客の口から主の足立はふと思いがけないことを耳にした客の話に前後を少し補足すればそれは次のような事実であった頼朝の鶴岡社さんは珍しくない公式な神事を除いても折に触れそぞろ歩きの身軽な猛でもたびたびだった つい二三日前のこと大鳥居から赤橋の辺りを頼朝が近所たち大勢と拾いでくると折伏何かに見とれていて頼朝の来るのも知らずにいたらしい小敷奉司が慌てて下馬川の方へ道を避けていった姿のみすぼらしさに似ずどこか気品のある奉司の横顔が怪しと見えたものか頼朝はどうぞ あの旅奉仕の素性を正して来いと、古獣の一人へすぐ命じた。金次はだいぶ手間取ってから、頼朝の前へ戻ってきた。そして、はじめは名もなき歌奉仕とばかり名乗りませんでしたが、問い詰めましたところ、 すなわち、昔は北面の侍にて、佐藤兵衛の城、範清と申したなれど、若き日に世を捨て去り、好きな歌と旅人にうかうか追いさらぼうたる、奉仕、西行と申すものなるよしにござりまする、と覆明した。西行とや頼朝は国民をかしげ、連れてこい、と再び人をやった。 そしてその日の産経に西行も加え法制も終わって一員で休息の間に彼を地刻を召して和歌の聖壇、出家の動機旅の見聞など草々な問いを頼朝から出したりしてすこぶる京に行ったらしい。さて官御となったので西行もいとまをこおうとすると頼朝の上位として急ぐ旅でもあるまい日を置いてもう一度英中に見えよとあった。 宿所も梶原の家に取らせんと言われたが西行は「その儀はかえって迷惑に存じまする仰せの日に相違なくまかりますれば」と立ってわびて当日は見ままにどこかへ立ち去った二度の漁見にと西行の方から頼朝をその信御所に訪ねたのはつい今日の羊の国であった今日の頼朝はもっぱら無事の質問を出した 西行も昔は滝口の武者として弓矢に長じていたものであることを永中の誰からか司祭に聞いていたためと見える。けれど西行は「年来弓矢の道はとんと心の外に忘れ家の送電の閉所などもあるところを存ぜずただ生涯の歌保護のみが身に持つ覚えのものでしかありませぬ。 とのみそれには多くを答えたがらないでも滝口に伝わるキューバの作法とか古事については「恩文も出しがたければ」と知るところを少しは語った頼朝は自座していた文中所の年金に「記録しておけ」と筆を取らせたやがて西行は「日も傾きましたゆえ」と糸間を買うた別殿において「おときよ」と金じは進めたが西行は「 今日のみの美食はと断った。頼朝は重ねて、これよりどこを志しての旅かと尋ねた。西行は事実を告げた。彼の今度の峠には、実は一つの使命があった。 それは東大寺増大仏師の長元承認の熱意に動かされて大仏殿建立の肝心のため欧州の藤原秀衡を訪ねるべく道の区へ下る途中であったのだ秀衡と西行とは縁は遠いが同族であったその吉見からかつての年道の国に安んして平泉に一冬過ごしたことなどもある すでに大仏最高の死にはその秀衡から東大寺へ何度か莫大な寄進はしていたけれどなおまだ足らないのである匠はもう一段のところまで進んでいるそのため長元の依頼を受けて欧州へ行く西行であったと聞いて頼朝は我が家の寄進は先頃ろき々東大寺へ送ってあるさらば奇想の旅路へ花向けしよう と重たたげな銀の子猫を彼に伏せした西行は熱く礼を述べて衣の袖に大量の銀の猫をくるんで下がったそして新御所の門を出るとちょうど秋の夕べを遊びくれている子供たちの群れがあった西行が衣の袖に抱いていたものを見ると子供らは彼を取り巻き「銀の猫銀の猫」と生やしながら「見せて見せて」とせがみ合った 西行は総合を崩して子供と同じ顔になっていた。そして欲しいかと言うとたくさんの手がすすきの方みたいに彼の周りにそよいだ。ではあげよう。みんなにあげる。みんなのものだよ。喧嘩しないで仲良くお遊び。銀の猫を持った子供らはゆるいこのハ無地のように秋の辻を転がっていった。西行の影はもう遠くだった。 なお聞こえるわらべ歌を後ろに山の内街道の方へ夕風に吹き送られて行ったように行く彼を門前まで送って出た新御所の侍たちは腹もったいだしとおぞけを振るって家へ駆け込んだ他ならぬ頼朝様より直々配慮のお品を門外一歩すぐ路傍のわっぱへくれて去るとは それを知らぬ奉仕もあるわもしお耳に入らば追い打ち受けて八つ咲きにもされおのを「いやいや、ひしておけひしておけ。ありゃ猛禄か気が変なのに違いない。さものうてなんであんな尊い品を切れわらじでも捨てるように惜しみもなくくれられるものか。たまり部屋の侍たちはとどのつまり気違い奉仕と片付けていた。 そして、縄文を恐れ、人には言うなと言いながら、ざれ話にはついしゃべり合っていた。実は、拙者も言うなと言われて話された組ですが、客は長々と語り終わってから、しかし、こういう噂は早いもので、もうご近所も皆知っておる、縄文にも入ったでしょうが、表立ってのお怒りもいかがなものか。 相,手が相手ですにがにがしげにお聞き流しのほかはござるまいて、客は面白そうに言う。が、足立にはそんなことなどどうでもいい。彼はただ客の話で知り得た西業にどうしてももう一度会わねばならぬと、さっきから矢も盾もたまらなかったのである。そればかりを眉に包んで考え詰めた。 いや近頃、珍しい話を伺った。だが、ご辺には、いつそのことをお聞きなされたので、いつというて、ついこれへ参る前のことで。では、その西行とやらが新御所を立ち去ってから、まだ行くときも時は過ぎていないわけよの。と思われるが、人の話。さて、それ以上には存じませるが。足立は急に落ち着かなくなった。自然客も間もなく腰を上げた。 山内の方へと確かに行った。道の区へ下るお人なら、あれからの先も知れておる。そうだ、俺から今宵は明月の道。足立は馬へ駆けた。そして自ら影の一刀を引き出し、裏門から乗って出た。偶然その日は、八月十五夜であった。遮るほどな雲もなく、世間十方をきれいに清めた昼みたいであった。お会いできる。 私は確信した。馬を飛ばしながらなんとなくそう思えた。この名月、おそらく月に興じて夜道の旅を楽しんでおられよう。いや、きっとそうだと疑わなかった。 彼の直感は当たっていた。馬で二時余りもかけたろうか。山口、小袋、笠間などの山坂も越え、夜も深まり、途中いくつもの部落は皆虫の秋を寝沈んでいた。そしてもう前には、梅雨ばかりな相模野が開けてあるだけだった。その果ても知れぬ野道だった。遠くにポツンと、一個の黒い人影を彼は見つけた。

何しにここまで。木曽が西行殿とはつゆ存じ立てまつらず、これほどなご縁をむなしくしてはと。なんの野草にとってはありがたい皆の瀬の丘の一夜、忘れはいたしますまい。いや、なんとも残機に耐えませる。実申せば、この清恒は後日の難を恐れてあの木ろ、木曽の お命をうかごうていたのです。本草を切り殺して身の安堵を保たんとしていたのでした。そのお詫びをいたさなければと。おお、そう、そんな風でもありましたかな。武者の常、邪魔者を失えばそれで我が身が立ち、思いもままと、ついお考えになりやすいのであろう。だがあなたのお主頼朝公が、 よいお手本ではありませぬかなかの平治の乱には頼朝公もまだ十三の少年でおわせられた。合戦に敗れ御父義朝殿は尾張の舌で一族の家臣さだ何がしのために魂討ちにされお湯殿でなぶり殺しの目に遭われた。さあそれが。 真っ白な少年のお心にどんな差がを生涯に与えたか人間とは信じえぬもの骨肉であろうが垂れであろうがとするあのお人の冷たさやら非常はそれに根ざすと言えぬこともありませぬまたこういう例もある頼朝公が昼ヶ島の廃所にお暮らしの頃 北条殿の側女とはまだ結ばれぬ前であろう伊藤助親入道の姫のもとへしげしげ通わせられたそうな姫はいつかみごもられこと露見に及ぶや親の伊藤入道は平家をはばかり恐れて姫が産んだお子を家臣の手で淵へ投げ捨てさせたという。 そういうい前例がここにあったなんと恐ろしいことではあるまいか。今日の源に頼朝公はかつてご自分が他人から受けた非常を意識なく今日ではご者程の方眼殿へしておられるのじゃ。平然とそれをなされながら何ら非常とはお考えにもなった。 芸にも仰せを伺えばいや人のおそしりめいたことなど申せる作業でもありませぬけれど人を打てば打たれた者がその非常をまた耐え返すのを自然何ともしなくなるという世が据えかけて恐ろしく思えてならないのですましてそれを 賢者が権力にかけてする乱になってはのうまこと思い当たることばかりです。この身の過去にとっても。いやいや、語変に限らず世の乱とはそれの激しいもの。つまり仕返しの仕比べです。宝永六年自分が二十三の年。 世の兆しのただならぬを見、祭祀や官議も捨てて出家してから、いつかこの西業も今年69にもなりました。が、まだ世の様はこんなものです。人間が皆本当の我に帰ったとは見えません。生き変わり、死に変わり、競い、競うても、所詮極みのない業だと悟る日は、 いつなのでしょうでつい自然の風月や花や鳥の実を友としていたくなり哀れ追いさらぼうてもまだ風流には飽きませぬ足立殿お笑いくださいご変形のお目から見ればまこと無用な人間に過ぎませぬのじゃ。 この西業ごときはのう、何のと、あたは真剣な目をして、露の中からその体をにじり進めた。お願いがございまする。生涯のお願いです。この奉仕に、はて何事の、身弟子にお許し賜りはせ、身弟子の恥になど、ご保身か。豪の武家勤めには、 耐えられなくなくりましたどうしたらよろしいでしょう真実の道へ行き改めて行くにはせっかくじゃが西行にはそのお悩みにこうぞとお答えできる何者も持ち合わせてはおりません。弟子を持つなどは思いもよらぬこと身一つだに生きくれている品相です。 もしそのご発信がやむにやまれるものならば都の黒谷におわす法然上人のご相案でも一度おとのうて正してみられるがよいでしょう。では清常がお願いの儀は迷惑です。それこそ迷惑というものです。また出家の道とて優しくはありません。 大勇猛心がなくてはかないますまい。はあ、思い出します。私が出家の第一日には、すがる我が子を縁から下へけはなしたものでした。それから四十六年もたっております。が今、御変の口から発信の動きを承ると、たちまち、 四十六年前の我が子や妻のその日の悲嘆や叫びが耳の底から聞こえてきます。それほど立ち難いものをや優しゅう考えて生中エセ出家を遂げ偽りの僧意をかぶってようも自分をも欺いて渡るよりまだまだ。 あるがままの賊がよいでしょう。あまたの朗頭や祭祀も終わりでしょうによくよくご思案の上でも遅くはありますまい。西行はそう言い終わると、いつかの由比浜の夜のようにひょうとしてすたすた言ってしまった。その影は見る間に白い露の一粒と消して、月の夜は ただ満々たる虫の根のほか何もなかった次回は「大原五行」です。よろしければ いいねとチャンネル登録、コメント投稿などをお願いします。また、私たち演劇クラブザをぜひあなたの力で応援してください。詳細は動画の下、概要欄からどうぞ。